はい、えっ、ー、と、ルカミルフィー役の一日もです。よろしくお願いします。うーん、なんだろうな。なんか、ああ、終わっちゃったか。っていうのと、でも。なんか終わったからといって、ルカミルフィーっていうこの人物が消えたわけではなく。ちゃんと自分の中で大事に持っとこうっていう気持ちとかで。 ありましたね。でも本当にクランクアップって言われた時はもう悲し,悲しいっていうか寂しくてずっと泣いちゃってたんですけどあのー、なんだろうな,なんかまだなんかあ,あるんじゃないかなーみたいなところがあったりちょっとなんかラストシーンに向けていくにつれてちょっとなんかかっこよい感じでずっと通してたけど。 ちょっとかわいいところも出していけばまた魅力が増えてたんだろうなとかと思うとまだちょっとやりたいなっていう気持ちがありますね <music> まずあの挨拶の時にインパクトがすごく大きかったのがやっぱり博士でもうなんかすごく本人的にはあのこの何だろう この初めましての壁をあのこう乗り越えるようにすごい積極的に話しかけてくれてたらしいんですけどそれがちょっと怖くて人見知りな面もあって怖くてこの壊してくれるはずの壁がちょっとずつまだ分厚くなってきてみたいな感じだったんですけど何だろうなずっと一緒にいるにつれてなんか「博士」ってあのそういう。 はじめましての人とかにすごい喋りかけてくれたりとかいうあのもうみんなで外交官外交官って言ってたんですけどそれ以外にもなんか最近だとあの誕生日とかになると「あの誕生日会やろうよ」って言って「じゃあどこどこ予約したから何時から」って意外と仕切,ってたり仕切ってくれてたりするのも博士だったりするんでそういうところでもみんなのことを思ってくれてる気がしてすごいああ なんか仲間思いというかそういういい人なんだなっていう印象があの怖いからそっちにこうだんだんと行っ,て行ったっていう感じですね、はい。あとはキャプテンが意外だったのが最初の頃はすごいなんかあの爽やかな感じでああでもなんか大人っぽくてしっかりしてたんで。 あやっぱり一番年上の人だけあって頼りがいがあるんだなと思ってたんですけど <laughs> なんか甘いものが好きでチョコパイとか,なんか普通のなんかちょっと箱1個ペロッといっちゃったりとかマベちゃんがいるとこのお菓子なくなっちゃうからちょっと欲しい人先に取っとこうよみたいな話になっちゃってたりとかもしてそういうなんかおちゃめなところとかでもなんかやっぱりあのー。 じゃあ次はこうだからこうしようよみたいなのとかのちょっとキュッと引き締め役とかもやっぱり年上一番年上の人だ,だけあってそういうことを率先してやってくれてたりするのですごいやっぱり第一印象の頼りになるなっていうのはあんまり消えずにただお茶目な分野が増えたっていう感じですね。は最初もの静かかなな人人だだと思っっってたたたんんででですねで向こうも人見知りだったんであんまりあま喋らなかったし でだんだんいじられキャラっていうのが分かってきてみんなでだっていじられてて意外と声優さんとかの趣味があるんでそういう話で盛り上がってたりとかアフレコを見に行くのとかもなんか誰々行くんだって行くってあのプロデューサーさんとかに言われた時に行きますっていうあの2人の切り返しの速さとか,かそういうところではあれですね息統合してたりでも なんだろうな一番その役に熱心というか「ジョーだったらこういう高校なんだけど」みたいなんとかをずっと喋ったりもう本当に義武が好きらしくてアクションがある台本の話数とかだと「アクションあるからやっぱジョーはかっこよくないといけないから」つって,って剣振ってるのとか見,見てるとこっちも触発されて「じゃあ一緒にやっとこうかな」とか。 いい意味でこうなんか刺激をもらってたりはししてましたアクション関連でいうとガイちゃんがあの「初めまして」ってなってあんまり1週間とかそんなに間もない時にあのすごい銀色の男ですごい自分でアクションをもう本当に9.5割ぐらい自分でやっててで私もなんかあのそのジーロストとかの準備かなんかで。 さんと一緒に回し蹴りの練習とか教えてもらってる時にあの一人でやってる時に見つけてはこうこうこうだからこうこうとか教えてもらったりとかしてああありがとうございますみたいなでも第一印象の時はその動けるっていうのとアイムに抱きついたっていうあのー。 シーンの時の時あの時の「ちょっと!」っていうのがあったんでなあのなんかちょっとうーんでもあいあいうアイムになーしよったしなーっていうのが自分の中であったので <laughs> あのそうだったんですけどなんだろうなでもなんかすごい1年とか長くいるにつれてすごいマイペースというかなんか自分をちゃんと持ってる人なんだろうなって自分はこうしたいからっていうのをちゃんと 意志が強い人ななんだなっていうのがすごい印象的であとはもうアイムは本当にもうなんだろうなずっと一緒にいて服とかも一人で買えな,か買えない人なんで一緒にオフの日とか買いに行ってもらったりとかしてすごいなんか。 最初、第一印象は自分より年下で16か7ぐらいだと思ってたんですごい同じ同い年でしかも年で言うとアイムの方が一つ上って聞いてすごいびっくりしてでも意外とそういうところでしっかりしてたり何かなんだろうな物おじしないというかそういうところとかもなんか強かったりするので。 あーやっぱりでもじゃあ年上なんだっていうのがあったりと思ってたら意外と危なっかしくて「今日ね走ってたら転んだなとかそういうの聞いてると「ああなんかかわいいな」と思ってたりそうですね家族とかかな 意外とはっきり言うとか身長が大きいっていうのもあって赤と青が一緒に行ってたりするんで,でじゃあパパとママででここアイムと一緒の姉妹ででほら博士とガイちょうどいいからあの双子でいいじゃんみたいなことを <laughs> 一人で勝手に言ってたりしてたんで <laughs> なんか家族かなっていう感じで。 いいいも悪いも悪キキキャッキャッキャ,ッキャしてでも引き締める時はちゃんと「目」って言われてフッってなってみたいなところがそうですねうん。今回はすごいなんかアクションとかアナパームとかもすごいあってなんか普段できないような地面に転がるとかアクションする動くとかもあったんで。 なんかこれからはなんかそうですねあの忍者ものとかが好きなのでなんかそういうなんか忍びとかできたら楽しそうだなってやってみたいなっていうのと今回はあの豪快チェンジの後はアフレコとかがあってすごい好きな声優さんとかにも会えてアフレコとかもすごいあの見させてもらったりとかして。 あでも自分もこういう声優さんの仕事とかもしてみたいなっていうのとかあとテレビとか見てるとそういう好きな声優さんとかが今度ナレーションとかをしてらっしゃると全然声の雰囲気とかが違ってたりするんでああこういうこともしてみ,ないしてみたいなって思ったりしてなんだろうな本当に何かこれからいろんな方面であの培ったものを1年間ずっと。 学んだことを生かせるようにいろんなところで頑張っていきたいなと思ってますねはいはいということでですねあの海賊戦隊ゴーカイジャーが終わっちゃったんですけどなんだろうなあのとある監督さんが言っていたんですけども自分の作った作品の人物が その映画公開が終わっても何年経っても自分の頭の中ではずっと生きていてだからあの時はこうだったけど今はもうだから年老いておばあちゃんになってるけどこういうことをしてるんだよ自分の頭の中ではっていうのをすごいテレビで言ってるのを見てあーすごいなんかすごいそこまで大事に本当に自分の作った キャラクターっていうか人物をすごい大事にしてる人なんだなと思ってすごい素敵だなと思ってたんですごいあの今回テレビ初めてということで私もずっとずっとルカを大事にして何十年何,何なんだろう10年20年ってじゃあ今はどういうことをしてるんだろうなっていうのを考えながらこれからもずっと生きていこうと思っているので皆さん良ければこう忘れずにずっとずっと。 あの冒険させていただけるとすごいあの嬉しいなと思っていてその方がなんかルカも多分お宝好きだからなんかすごく生き生きと生きてるんだろうなと思うので是非よければあのまだまだ忘れずに心の中であの自分の物語でいいので作っていってやってください。はい、ありがとうございました